ドラゴンボールもです、ね、あの初期の流れが僕好きで,です、ね、初期の流れっていこのね。僕らがド,あのドラゴンボールを思い出す時とか考える時っていうのはどうやっても後半悟空の背が伸びたてからのです、ね、バトル漫画の印象がすごく強いんですよ。 流れもですね、なんか試合とか戦い展開で覚えてたりするんですけど「ドラゴンボール」の初期のおもしりだというのは1巻、2巻、3巻ぐらいが今読み返すととんでもなく面白いんですけども例えばこれ、もうね、人気出てるから第,1話の表紙です第2話の表紙です。 しょっぱなカラー使わせてもらってるんですけど、じゃあまず第1話の表紙ですね、ブルマと孫悟空見てみましょう。あの、バイクに乗ってるブルマと孫悟空なんですけども、第1話で絶対必要なですね、主人公の顔を見せ,見せてないんですね。こんな漫画見たことないんですよ。ワンピースであろうと、ハンターハンターであろうと、 1> 第1話の表紙って主人公の顔なんですけど顔が見えないんですよでブルマも後ろを向いてるんですけどブルマがバックミラーで後ろを見てるものだけ見てるとこの上かこううまさというか凄さですねであと透明なキャノピーがですねガラスの風貌がまあ上にかぶさっててでそれの周りに白いフレームがついててでボディのここを見たらですねここにネジが2ついてるんですね つまりこの透明なキャノピーっていうのは金属製のフレームがですね両側に走っていてそれをですねボディで外側からねじ止めしてるっていうことをやってるんですよでここら辺のですねどうやって作るのかまで考えているですねこのデザインのセンスというかですねメカニズムのセンスですねあとは後ろの背景を見てみると遠くの山はぶれてないのにすぐ後ろにあるです、ね、森とかです、ね、木というのが まあまあ流れるような流線で描いてるんですね。で、その流線っていうのを、あの、あんまり漫画っぽい流線にせずに、あえてイラストっぽいですね、ぐにゃぐにゃとした形で描くというこのセンス。も、ま、う、あ、本当にすさまじい画力というかですね、デザインと画力がこの中に入ってるんですよね。で、第2話で顔はちゃんと見せるんですけども、なんかね、大きく描いてる割に横顔なんですよ。で、横顔なんだけども、ブルマのですね、 右のの眼球の膨らみをちゃんんと描いてるんですねで。ここら辺ね鳥山明がね後で「ドラゴンボール」全集とかを書くときに例えば「天派のの顔ととかか横ででくくきに、もう目の膨らみ描かなくなっっちゃってるんですね。ドラゴンボール」が終わってしばらくして鳥山明っていうのは絵を描くのが嫌になった、吐き気がするというようになってでマックで書くようになってやっと救われたというふうに言ってるんですけどこの時代の鳥山明っていうのは目を横から書くときは眼球の膨らみまで書かないと気が済まないんですよ。 孫悟空はもうチら見してるだけなんですよね。で、この眼球の膨らみを描きながら、この鼻筋の上の線ですね。あの、おでこにかかる線が、ちゃんと右の眼球を隠しているというですね。このうまさもですね、本当に注目してほしい。で、あと、コクピットの、もうあの、主捨選択っていうのかな、いわゆる第二次大戦の時の、 あの反射式のです、ねえー、照準機からです、ね、現代のジェット機ですね、まあ、ベトナム戦争たりかジェット機あたりのです、ね、レーダーとつまみぐらいまでがです、ね、いろいろ入ってるこのうまさですねで、えー、これこのマース式のつまみですかこの四角いの横に出てら丸いのこれはです、ねえー、グローブがついているです、ね、ごつごつの手で、えー、スイッチを間違いなく操作できるような、まあ、横にあの出っ張ってるスイッチですね。 というふうにリアルに書いているのかと思えば、ブルマの点に合わせた操縦桿とか横のレバーの小ささですね。本来、コクピット実際に見ると大きいですね。操縦桿の握り手とグリップとかですね、このレバーのグリップとかを小さく書くことによって、ここ全体のスッキリ感を出してるんですね。 ここら辺もです、ね、鳥山明、メカが好きで描いているというではないんですよメカが好きだったら、ね、この辺のスイッチの大きさとかです、ね、レバーの大きさというのを実物通りに描いちゃうんですけども、女の子が操縦していてその女の子がノースリーブに近いような半袖だからあえて可愛くかというですね。あと、ここにバックミラーを描いているのも僕やっぱすごいなと思いましたけどもです、ね。うますぎるんですよね。<laughs> 本当にしかし このドラゴンボールですね、人気が出なかったそうですえ。ウィキペディアによるとですね、5週連続カラーという大々的な扱いで週刊連載開始されるもですね、あんまり人気がなくてですね、ええまあまあ、徐々にですね、まあ、あられちゃんの次だというふうなことで期待票もあったんですけど、人気加工してですね、アンケート結果がですね、あの、15位にまで落ちたと。15位ってもうほとんど最下位に近いんですよ。確かあの当時のジャンプって18、 ぐらいいだったかなままあ、まあほとんど最下位に近いんですよねで、えー、担当の鳥島さんにですね主人公が地味だから人気がないというふうに言われてですね、えー、以後強さを追い求める主人公というのをテーマに作品を持たせると、えーまあ、これをウィキペディアに書いてるんですその発想から一旦サブキャラを下げて修行編を作るとつまり一番最初は「ドラゴンボール」というのはまあ最有機ですから天竺というか「ドラゴンボール」を目指して猿と豚と いうのが旅をすると河童っていうのがまああれなんでしょうあの三蔵奉仕の代わりにですねブルマを置いてやってたはずがもうそこら辺のキャラクターを一旦全部整理してですね修行編というのをやったと無天老師のところでクリリと一緒に修行するとでその成果を見せるために天海一武道会が始まり主人公である孫悟空のキャラクターが確立されて人気が急激に上昇したと。 その無天狼師のところで修行して「天海寺舞踏会で」でやっぱ戦いを始めてからやっと打ち切りを逃れるようなです、ね、人気漫画になっていたわけですねでその頃、ですねやっぱ人気上がってたのでフジテレビから中映者に話があってアニメ化に繋がると「で天海寺舞踏会」編でやっと読者アンケート1位を獲得してその後、ですね連載終了までほぼ不動の1位というですね化け物漫画になったわけですね <laughs> 連載終了まで不動の1位っていうのはすごいですよねで まあ、第25話のクリリン初登場あたりからです、ね、アンケートの結果が良くなったらしいんですけれどもちょっとじゃあ見てほしいのはですねそのクリリン登場したあたりですねあの32話を持ってきたんですけど無天童師のところで修行していよいよ天下師舞踏会が始まると「お前らその背中の重い航路を外せ」って言って航路を外すと体が軽い「ジャンプしてみろ」って言うともうあのこれまで4段で細かく書いてたのを「 全部ぶち抜いてで、上のフレームいっぱいまで抜けた画面でバヒューンと2人ともジャンプしてで対空してちょっとおしゃべりができるぐらいの余裕があって着地するという流れになってるんですけども確かに面白いんですけども絵に来れなくなくってるんですね。まず「無天狼師」のところで修行してるという理由も、まあ、後に鳥イラが言う通りもう 町とかです、ね、そういうふうなものを書く余裕がなくなってきたから戦う場所といったら岩山とかです、ね、あのここは人が「多い場所を移そうぜふっふっ構わんお前の好きにするがいって言ってです、ね、もう岩山行くとかですね「なめくせは草木も生えてないところだって草木が生えてないのは鳥山先生の事情ですよ」とかです、ね、いろんな事情があって展開地舞踏会も周りの観客はいるんですけども基本的に石材で組んでる舞台の上で戦うのであまりあの作画的にしんどくないんですね。 で、そうやってですね作画で楽をするしかなくなってきてるんですけどもまあ、絵に来れなくなってきてるんですよ構図とか相変わらずうまいんですけども絵に来れなくなってきてまあ一応あの無伝老子の車が多分ねこれシボルのインパラのまああのなんだろうな 天井が撮れるモデルかなとは思うんですけど、まあ、ここで遊んでるぐらいですね。で、えー、ここぐらいしかもう遊びようがなくなってきて、鳥山明のですね、絵の魅力、ドクタースランプの頃に、もう本当に遊んで遊んで、駒の隅まで遊んでいた、えー、知り合いの顔を入れてみたりとかですね、そういうようなことがどんどんできなくなってるんですね。で、まあ、この後ですね、展開地舞踏会が始まって、えー、どんどん人気が上がるんですけども、 しかしここでですね、アニメ化の企画が始まってしまったんですね。で、アニメ化の企画が始まると。 初期のドラゴンボールっていうのは孫空修行編、レッドリボン軍編、えピッコロ大魔王編っていうふうになってるんですけども孫空修行編のクライマックスが天下一舞踏会なんですよ。で、レッドリボン軍編になって徐々に徐々に路線がハード化してきてですね、ピッコロ大魔王編ではまあ人がバン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 死ぬようになってしまうというですね、まあ、路線のハード化が進んだんですね。で レッドリボン軍編半ばのです、ね、第84話ですね聖地カリンの親子という回です。これちょっとコマを整理して見やすくしてるんですけども、えー、カリン島というですね、聖地を守るこのインディアンみたいなボラっていうお父さんですねこの人お父さんとでその息子のですね、ウパっていうのがですね、出てくるんですけども。えー、カリン島のボラが、えー 聖地に侵入してくる侵入者を倒すシーンなんですけど、まあ敵は銃を持ってるとはいえ、槍を投げてですね、それが木を貫いて相手を殺してしまうわけですね。でも死んでる顔を描いてですね、で、えー、他にも死体がいっぱい転がっていると。でこの者たちを葬ってくるからでも待っておれということで死体をこう掘るんですけども、これまでもドラゴンボールっていうのは、 人が死ぬシーンっていうのは確かにあったんですけどももっとソフトな表現で逃げてたのが多かったんですねあのバーンと撃たれて死んだ後で「あの私死んでますけど死とるわい!」っていうですねボケとツッコミが入るような流れで表現してたんですけどもこの辺りぐらいからちょっとあの人が死ぬっていうのをですねあのはっきりと書くようになってきてるんですねで、まあ、あの絵にも徐々に徐々に余裕がなくなってきてます。まだこの頃はね 森をあの描くときにまあ一本一本木を描いてるんですけど後になってくるともう塊として描いてるようになるんですね。でこれはあの後のです、ね、時代に、えー、鳥山明以外の人が色を塗ったです、ね、状態の「カラー版ドラゴンボール」だからまああまりよく分かんないんですけどなかなかこれモノクロ版の連載当初の形で見るとあ当初は楽しんで背景描いたのに本当に余裕なくなってきたんだなっていうのがわかるんですね。でこの当時の表紙ですね。 さっきの表紙と比べるとやっぱりうまいんですよ。うまくて動きがあるんですけども楽しんでないですね。とんででもなく上手いです。何がうまいのかっていうと僕はやっぱあのアニメやってた時にどんな絵がうまいのかっていうのを 本当に超上手いアニメーターたちに説教したんですね。岡田さんなんてまだ自分が絵が描かないからリアルに描いてたら上手い絵と思ってるでしょう。つまり最近のあのアニメとかにあるやたら綺麗な絵とかですね、髪の毛とか細かく細かく描いてる絵が上手いと思うでしょうと。違いますよと。本当に上手い絵というのはどんなものかというと、この腕の長さ。これね、あの悟空って子供だから腕が極端に短いんですよ。短いのにここに関節のくぼみがありますよね。この位置に。 関節のくぼみがあって、ここで一回筋肉がへこんでるからここがですね、肘の関節とわかるんですよこの右手ですら、なんとなくの位置がわかるようになってるとで、腕がこんなに短いのに、関節の曲がる位置がちゃんとわかってその上で腕を伸ばしているのを書いてるとつまり、伸ばした棒として描いてるのではなくて本来この位置で曲がる腕をまっすぐにもしてるんですよっていうのがわかるように書いてるこれがもうめちゃくちゃうまいわけですねでも 楽しんで描く余裕が、絵が上手いからそれ描けるんですけども、楽しんで描く余裕がないから、ちょっとデザイン的に処理してるわけですね。で、次のですね、その86話ですね、えー、タ,オタオパイパイの必殺ドドンパっていうですね、まあ、まあ、回なんですけども、これもですね、まあ一応あの、出てくるキャラとかを描いて、 かりんとうが上へ果てしなく伸びていっている森っていうデザイン処理で書いてるんですけどもやっぱほかにいろいろ書けそうな部分をあえて外してるデザイン的に逃げてるんですね。 こういうだんだんハードな展開になってきたのでですねシリアス化してきますえー、ピッコロ大魔王編の半ばでですねあの人類絶滅を目指すピッコロ大魔王がついに悟空に倒されたとで倒されてですねしかし話はまだ続いてですねえー、人気がもう出てるのでまあ本当はあのピッコロ編編終わった後で鳥山明やめたかったという噂もあるんですけども で、まあ、あの、再び天界地武道会が始まって、3年ぶりにですね、三年間神様のもとで修行した悟空が3年ぶりに再会するというシーンです。で、その時に悟空が背が伸びてたんですね。で、その、その回の見せ方が本当にめちゃくちゃうまいんですよ。第166話、それぞれの再会という回です。まず、 悟空を出す前に、天下地武道会場が雨が降ってるんですね。で、雨が降っていて、で、その中からですね、あの、まあ、タクシーが来てるわけですね。で、天開地武道会場、こう、1ページ、丸々捨て駒みたいなですね、状況だけを見てると。で、ここで、みんななかなか来ないなって言ってると、タクシーが止まって、そこからブルマが降りてくるわけですね。 でブルマが降りてくるんですけどもあの映画を完全に意識してません、ね、この「コマ割り」っていうのは一番最初に状況を見せてでサブキャラが噂話をして誰が最初に来るだろうというふうに言ってるとタクシーが終わってきてでタクシーもあの料金支払ってちょっと後ろ向きになって傘を差しつつあるブルマっていうですね、まあ、めちゃくちゃ映画っぽいコマです。もう,もう1回、ね、やっぱ楽しんんででるる感があるんですね。で 多分この辺りですね鳥山明も長期連載を確保した頃だと思うんですけどももうねあのー、ピッコロ大魔王編の前半とかにですねちょっと余裕がなくなってきたのもう一回余裕取り戻してきてるからいろんなものを書くだけのですね、心のなんかこう遊びが生まれてきてるわけですねうまいです。でこの後ですねブルマが降りてきたということでですねブルマ登場ですね。1 2 っていうかですねあの、こういうのをですね1234と4つにあの縦に分かれてるので2段ブチ抜きって言うんですけど2段ブチ抜きで出すんですね。でブルマを2段ブチ抜きで見せて成長したな色っぽくなったなというのを見せてきて悟空はどこだと「押す」って言って声が来て後ろ姿で3段ブチ抜きですね。 悟空を見せてますねで次のページではもう本当に、えー、もう一段多いぶち抜きページでですね悟空を見せてるんですけどもここの、えー、雨の中の天海地武道会場で風景描いて、えー、来ないなって言ったらブルマが最初現れてブルマの変化を見せて「ブルマお前いい女になったな」みたいなことを言いながらやってるとなんかやたら体のでかい男が現れたそれは誰かっていうと悟空だった。 この、ね、見せ方はこの辺が多分鳥山明の漫画家ととしての頂点だと思いますあの。もちろん人気漫画として面白いのはここから先どん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 面白くなるんですけども絵のバランスと見せ方っていうのを全部描いてる、まあまあ、そこら辺の総合力で評価するとこの辺の鳥山明が、えー、彼が描きたかった子供漫画のほとんど頂点にいたんじゃないかな絶頂期だったんじゃないかなと思います。